はい、皆さんこんにちは。畑典和です。今日はですね、インクラインサイドレイズご紹介したいと思います。今日のトレーニング種目は肩の真ん中を主にターゲットに、そして肩の真ん中少しね、やや後ろ気味をターゲットにしたトレーニングです。ぜひね、肩トレしたいから、肩の筋肉つけたいからやってほしいと思うんですけども、今日は両膝まずこの傾斜、インクラインの傾斜につけまして、このように肩、反対側の肩をつけます。で、手を握ります。で、お腹に力を入れて体幹を安定させたら、このまま通常のサイドレイズと一緒、肘から上げ下げしていくですけども、ポイントは肩甲骨ですね。肩甲骨をまずは寄せるんじゃなくて、少しやや外にです、少し丸め気味で、こんなには丸めないんですけども、少し胸を張った時よりも少し丸めた外転位です。肩甲骨の外転位って言ったりするんですけども、少し外に出した状態で肘から上げる。これは通常のサイドレイズ一緒、上げ方。で、戻すときも、この上腕が床に対して垂直になってしまうと、ここはゼロになってしまいますので、下げるときは上腕が床と垂直になる寸前、手前で止めます。手前で上げる。下げる。で、手首からこう上がらないように、肘から上げる感じで、このまま、肩のこの横ですね、横から後ろを意識しながら、肩甲骨は一切動かさない、肩甲骨を動かさないように上げ下げしていきます。で、結構ですね、最終肩時に行くに従って、結構ね、肩がこう肩甲骨が動きやすくなりますので、肩甲骨が動かないところで切り返す。で、上腕が床と垂直の手前寸前でストップして、上げる、下げる。で、肘をですね、伸ばし切ると結構ね、この二の腕に効いてしまいがちですので、肘は伸ばし切るんではなくて、少し伸ばし切るように少し曲げたまま、曲げたままを維持したまま、肘から上げる、曲げたまま、ね、肘のこの曲げ伸ばしが入らないように上げ下げしていきます。こうすると肩のこのね、横の筋肉、そして後ろの方にしっかり効いてきます。肩甲骨を動かさないように肘から上げる。で、通常ね、こういうサイドレイズよりも筋肉をこう傾斜を使うことで大きく伸ばすことができますので、この通常のサイドレイズよりもこのダンベル、このインクライン傾斜を使った方がさらに、ね、この肩のチューブから後部に効かせることができますので、ぜひね、肩の筋肉で意外とこう伸ばして縮めることが難しいです。ですので、こういったインクライン傾斜を使ったりとか、まあ、ケーブルで体を傾斜させてやったりとか、そういうのでちょっとうまく、ね、アレンジして、この肩の横から後ろの筋肉をつけてほしいと思います。前はね、結構ベンチプレスでも使いがちなんですけども、横とか後ろっていうのは筋肉が落ちやすく、なおかつね、つきにくいですので、まめにアプローチしてあげてください。はい、今日の動画、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日はインクラインサイドレイズご紹介しました。頑張って、トレーニング、ワークアウト頑張ってください。はい、今日はね、これで終わりたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。